tell you. はい、どうも皆さん、こんにちは。もりもりです。今回なんですけども、すごい情報入ってきました。Photoshop 最新アップデートやってきました。で、こちら内容なんですけども、今回ね、サムネこんな感じになってます。大きな内容が2つきまして、1つは、まあ、空の自動置き換えっていうのが入ってきました。で、これはもう写真の、まあ、背景、まあ、空ですね。空を自動で置き換えてくれるっていう、すんごいお手軽で、めちゃめちゃ簡単なんで、まあ、動画にしてるんですけど、で、二つ目なんですけど、二つ目はニューラルフィルターっていう、まあ、新しいね、まあ、画像の加工ですね。で、加工のフィルターが追加されまして、その種類がもうめちゃめちゃ多いです。本当に多くて、できることもめっちゃ増えてました。なんでこのアップデートの内容を知ったかっていうと、ちょうどね、4日前ぐらいなんですけど、まあ、設計課題をいろいろやってて、ちょっと疲れたなと思って、まあ、ツイッターでも見ようかな、みたいな。で、その時にたまたまツイートで見かけて、これはすごいぞと。このアップデートすごそうやなっていうので、でもすぐもう皆さんにも届けたいなと思って動画を回しました。なので、ちょっと、またね、眠たいのもあったり、まあ、ちょっといつもより喋り方とかラフで、まあ、聞き取りづらいところもあるかもしれないんですけど、まあ、初見の僕の反応を皆さんもちょっと楽しみながら見てもらえたらなと思います。ということで、早速やっていきましょう。ツイッターで見たね。空の置き換えっていうのが新しく出たらしくて、この建物を、編集からね、空の置き換えを押してあげたらね、まあ今、くるくる回ってるんですけど、自動で、今頑張って検出して、すごい一瞬で変わった。しかも、もう空の色が、色っていうか、青空、相関、夕暮れみたいな、選べる。3つも選べる。3つなのかな ?3 つですね。3つ選べて、天才じゃん。天才やねんけど。すごすぎる。どれが合うかな。ちょっとかっこよめの。あー、こっちかな。これですね。これ、渋すぎるっていう。で、これのちょっと細かいのも設定できるっていう。まあ、エッジは多分この空の範囲をどこまでやってあげるかっていう感じですね。ちょっとこの辺が変わってるんで。で、色温度も変えれて、青にしたら、まあちょっとね、赤みだったんで、もともと赤は残るんですけど、青とか。逆に黄色っぽくしたら黄色みたいな。まあ、青っすね。ちょっと青より。サイズも変更できる。拡大縮小。ちっちゃすぎたら入ってないんで、ちょっとでかいぐらいでいいかな。で、空が終わった前景も、前景はここにちょっと乗ってるんで、建物に。多分そのことやと思うんですけど、スクリーンやったらちょっと薄いですね。まあそんなボケてないかなって思う。乗算でやってあげて、照明の調整もできる。強めでやってちょっと暗い。まあ、これでも良さそう。カラー補正も前で。すっごいな。あえて対比をちょっと生ませるために明るめでいって。っていうのができちゃったという。うわ、すごい、ほんまに。でもこれで自動で、しかも空の種類も勝手にできちゃうというね。今の、もともとこれで変えたらこれ。天才ですね。ということで。なんかもう一個新機能使えそうなやつがあるらしくて。まあなんか人をメインでちょっとやっていくんですけど。フィルターから、ニューラルフィルターっていうのが新しく入ったっぽくて。で、なんかこんな感じですね。肌をスムーズにスタイルの適用みたいなのがあるかな。おー、なんか、すごい。いっぱいある。まあ、一旦、なんか、ダウンロードしないといけないっぽいんで、ダウンロードだけしといて。あ、でも、これもいけた。結構多いですね、メガバイト。まあ、どうなるんかな。このおっちゃんが、ちょっと可愛かったんで、この人にしました。なんか、意外とこういうおっちゃんっぽい顔をしといて、若いみたいなね、感じがしますけど。はい。って言ってる間にいけたんで、おお。あー、なるほど。なんか、これ、まるまる変えれるやつっぽいですね。こういう。なんか、よくある、スマホアプリとかでもありますよね、こういうのって。うん。なるほど。あんまり、いらないかなって感じはするんですけど。まあでも、表示を増やしてあるからもっとあるんかな。あー、なんか、でもいっぱいあるかも。あ、すごい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 。ゴッホのやつかな、これ。お、これもゴッホじゃん。ゴッホばっかり。あ、でもなんかいいかも。
これなんかね、日本のちょっと覚えてないですけど、波のやつと、はい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 、ムンクの先、めっちゃありそう、すごいな。あ、マトリックスある、嬉しい。マトリックスやりたくて一回自分で調べて作ったんですよ。まあインスタとかに載っけてるんですけど、あ、まあでもちょっと、あ、でもまあこっから多分強さとか変えたら変わるんですかね。あー、なるほどね。うんうんうん、なんかでもすごいな、面白い、めっちゃ背景をぼかす、どうなのか。うん、あ、でもほんまに種類結構多いしすごい気がします。一旦スタイルは置いといて、肌の方も見たい。肌の方は下なのかな、笑顔、笑顔、笑顔なるんかな。これ笑顔なった、いやー、ちょっと何とも言えないですけど、驚きもあるみたいな、ちょっと思ったそうですね。ごめんなさいね、あの Mac の唸ってる音が聞こえるかもしれないです。ちょっとノーパソなんで全然対応できてなくて、一旦来た方がいいかな。ちょっとうるさすぎたら切るって感じで。あ、すごい歯出てる、嫌やな、なんかちょっと笑顔じゃない方がいいかも。めっちゃ面白いこれっていう感じで、多分メイクもできたりとかいろいろできるという感じですね。まあ、ちょっとね、Mac がだいぶうなってきたんで、もう変えようかなと思うんですけど、顔の向きだけちょっとやってみようかな。ちょっとうなってますね。ご了承ください。顔の向きこれ、右なんかな？右にやって。おぉ、ちょっとマックスいこう。年齢、あ、でもなんかすごいな、ほんまに。うん。なんかまあこっちにもまだまだいっぱいあるんで、多分いろんなことができるような気がしますね。こういう鉛筆のアートワークみたいなのとか。まあでも、うん。ノイズの軽減やったりとか、まあ、結構画像を綺麗に見せたかったら使えるかも。すごいな。カラー化もできる。だから白黒写真のカラーができるっていいかも。昔のなんか誰かの昔の写真とか、まあ、それをまあデータに持ってくるのもあれなんですけど、まあ、そこからもしかしたらカラーにできるかもしれない。自動で。すごいな。あ、すごいすごい。シアン。ちょっとシアン。あ、濃くなったんかな、今。ちょっとあんまり。あ、はいはいはい。っていうような感じですね。まあ、多分もうちょっとできると思うんですけど。うん。まあ、こんな感じで新しいやつ、ちょっと触ってみました。はい、ということでどうでしたかね。もう、すごくないですか、本当に。空の機械なんてマジで使えるなって思いましたし、ニューラルフィルターのあの顔のね、顔変えるやつとかめちゃめちゃおもろいなと思って、まあ、あれだけじゃなくて、他にも画像の加工が結構できるんで、まあ、白黒をカラーにしたりとか、ノイズとかもね、軽減できたりとか、他にもまだまだいっぱいあるんで、まあ、紹介しきれてないと思うので、まあ、皆さんね、フォトショップアップデートして、まあ、いっぱい使っていってください。まあ、ということで、まあ、今回の動画はこれで以上になるんですけど、まあ、この動画良かったよと思った方は、高評価と、まあ、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上です。バイバイ。